皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説千の奇跡3実況プレイパート159です。さてと、大聖堂に向かいましょうということでやっていきます。さよね、ガイウスがこれまで何をしてきたのかっていうのが、いよいよ明らかになるようです。クエストは、全部終わらせてきました。あとこのね、回収要素も元通り OK です。ヘイムダル大聖堂ですか。妙に人気がないな。一通り用事が済み次第尋ねるとしよう。バンダール連続行かなくてよかったのかな。一応寄ってみる。奥にない。あ、いやー、一枚カード持ってないんだよなー。やりたかったなー。この辺のイベントはサクッと、省略していきたいと思います。よし。さあ、では、目的のヘイムダル大聖堂に行きましょう。ガイウスとかエマは誰を紹介しようとしているんだろう。ある意味会うのが怖くもあるぞ。ヘイムダル大聖堂、エマとガイウスたちの関係者が、改めて話があるらしいが、どう考えても長くなりそうだ。やり残したことがあれば片付けよう。大聖堂の中に入るとストーリーが進行し、本作での各種やり込みが終了します。行きましょう。あともう後戻りはできないっていう感じでしょうかね。誰もいない？この大聖堂から人がいなくなるはずが。あなたは、リーブスの礼拝堂に勤めている、シスター・ロジーヌ？風の噂には聞いていたが、まさか、ガイウスとエマがいてた人って、君が現れるのはなんとなく予想はしていたよ。だが、本命は別なんだろう。ふふ。はい。皆さんも、お久しぶりです。どうぞ聖堂へ。すでにお二人ともお待ちです。二人？一人はトマスっぽい気もするけどな。いた。いや、お待ちしていましたよ。この時点をもって事態は風聖省へと移管しました。総大司教をはじめとする皆さんには外してもらった次第です。あ、あなたは。なるほど、そういうことだったのね。あれ？トールズ本校の元教官というトマスさんでしたか？ロジーヌ君、お疲れ様でした。念のため玄関をお願いします。はい、副長。それではごゆっくり。副長ってひょっとして。ええ、正直私たちも一杯食わされたんだけど。紹介しよう。風聖省聖杯騎士団の副長を務めるトマス・ライサンダー卿だ。ドミニオン第2位、箱使いのあだ名を持っている。聖杯騎士団、教会の国費に保有する武装騎士団、聞いたことがある。かの女テロリスト S がその出身とは聞いたが、
ちょっと待ってよ。それをガイウスが紹介するということは、まさか君もだっていうのか。私からも紹介しましょう。聖杯騎士団を束ねる12名のドミニオンの一人、第8位の後を継いだガイウス・ウォーゼル卿です。一体どうしてこの半年間連絡が取れなかった理由だな。いろいろあってな。トールズを卒業しノルドに戻った俺は、しばらくの間帝国と共和国の戦況を注意深く見守った。だがそのうち高原を渡る風に何か黒いものが混じるのを感じたのだ。それを父や長老に相談するうちに、俺の師バルクホルン神父が訪ねてきた。気づいているかもしれないが、内戦中俺たちを試した巡回神父だ。俺も知らなかったが、その正体は聖杯騎士団の第8位、後天使士のあだ名を持つ方だった。27年前のノーザンブリアで潮の杭も調査し、かのウォレス准将も弟子として教えたほどの歴戦の騎士。どうやら彼は俺のことを気にかけてわざわざノルドに来てくれたらしい。彼によればどうやら俺は滅びの風と呼ばれる悪しき木が見えるようになったそうだ。かの獅子神皇帝と共に戦った血がそうさせたかどうかはわからないが、それを知った彼は何かに納得したようだった。そこに事件が起こった。第七機甲士団の防衛線を突破した共和国軍の船が集落を襲ったのだ。ちょうど父は不在で家族を助けるため、俺は槍を投げて対抗しようとしたが、叶うはずもなかった。死を覚悟したその時、死の大きな体が飛び込んできた。そして俺は死に瀕した死から聖痕を受け取った。千年近い騎士団の歴史においてどの時代も存在したという12の文様、そのうちの一つを。後天使士、何度も聞いたわね。辺境を中心に回り、ノーザンブリアの最悪でも多くを救った方がいたって。ええ、現守護騎士の中では一番の古株にあたる大先輩でした。まあそんな事情で聖痕を継いだガイウス君を我がアルテリア報告へ案内し、騎士として修行を積んでもらったのが半年間というブランクだったわけです。そうか、そういうことだったのか。そんなことがあったのならちょっとは僕らにも相談してよ。ああ、少しは何かが手伝えたかもしれぬ。すまない、何分全てが急だったのでな。俺にできる全てを尽くして守護騎士として修行を終え、先月ようやくユーシスに連絡が取れたというわけだ。力ついたこの力、七首として生かすことで第二の故郷たる帝国を救うために。ガイウス、まったく相変わらずどこまでも大きく頼りになる男だ。ありがとうガイウス、今更かもしれないがどうか力を貸してくれ。ああ、俺の全てを持って。なんかますます後輩としてプレッシャーが、ああ経験以上の差を感じるというか、確かに早々たる顔ぶれとなっていますね。そんなことないない、私たちだってまだまだ修行の身だものね。ええ、先人の背中くらいには届きたいところですけど。おばあちゃん、隠れていないで出てきて。あんたが呼んだんでしょうが。なんじゃ、邪魔せぬよう控えておったというのに。エマの祖母殿という魔女の長、ローゼリアさんでしたか。うん、ローゼでよいぞ。そなたらにこの場に集まってもらったのは他でもない、魔女と教会の協力関係と
その背景について教えるためじゃ。なるほど、そういうことか。でも魔女って教会と対立してるんじゃ。私たちも別に女神を信じていないわけではありません。スタンスの違いはありますが、過去何度も協力してきたそうです。例えば250年前の獅子戦役や200年前の吸血鬼事件、先日の暗黒竜の大元となった800年前の事件についてもな。と言っても全部このロゼがしゃしゃり出ただけだけど。え、その全てにあなたが関わっていた。伝承によるとドライケルス陣営には聖女の他に良き魔女がいたそうです。そして赤い月のロゼにおいては教会に所属するシスターにして吸血鬼の神祖として描かれていた。全て彼女ですよ。まあ見た目は少々違いますが。ローゼリアさんって一体いくつなんですか？およそ800歳といったところか。まあわらわだけが特別で、他の魔女たちは普通の人間じゃ。炎の至宝を受け継いだ一派の末裔であるという以外には。炎の至宝？リベールの浮遊都市やクロスベルの大樹の剣と同じ、かつてエイドスが人に授けたというセプトテリオンの一つ。そして1200年前の大崩壊で全てが失われてしまったという、結社がずっと狙い続けているものだっけ。ええ、ここからが本題みたいね。さて、どこから整理して話したものか。おばあちゃん、ここからは私たちも知らないわ。はしょったりしないで、ちゃんと説明しなさいよね。俺もお願いする。司祭までは知らないのだな。そうですね。ではローゼリアさん、交互に話していくとしましょうか。うん、そうしてくれると助かる。君たちも気づいたようですが、現在この帝国においては表と裏が連動しています。政治の乱れ、戦乱の兆しのようなものを黎脈がダイレクトに受けているわけですね。それが幻獣といった亜次元に属する高位魔獣を出現させているのでしょう。やはりそうですか。そしてそれは帝国のバンズ拡大とともに併合された地にも波及していく。ちなみにフレロマソーヤ魔皇兵というのはどういう事情で現れたんですか？ええ、まずはプレロマソーですが、クロスエルベールに存在していた幻の手法のよりしろとも言うべき高次元の霊槽ですね。もともと青い色で、クロスベルの異変後全てが消えてしまいましたが、クロスベルが帝国に併合された後再び、そして赤く咲き始めるようになった。ちょっと背筋が寒くなる符号ですね。あの色はやはり高魔女と同じ。うん、無関係ではなかろう。ちなみに魔皇兵が暗黒時代のゴーレムということは聞いていると思うが、当時の帝国の魔導士どもが鬼神に対抗するために作った亜次元兵装とも言える存在でな。内戦時何らかの影響を受けて蘇り、クロスベルには精霊の道によって現れたものと考えておる。そんなことが。だが帝国の幻獣が現れたことも含め辻褄は合っていそうだな。結社についてはどうですか？幻影計画、クロスベルの薄ろなる幻でエレボニアの炎を呼び起こす、そういった計画と聞きましたが。そうなのか、そんな狙いが。でもどこで聞いたわけ？あ、昨日の晩オズボーン宰相から直接聞いた。それ以外にも
肝心なことははぐらかされたが、気になる情報も聞いている。そうだったんだ。なんか話をしたとは聞いていましたけど、どうやら結社は2年前、帝国に何らかの変化をもたらすためにクロスベルに協力したようですね。ちなみにクロスベルの幻の手法は人によって再現された別物、オリジナルよりも強力だったそうですが、結社は興味を示さなかったようです。おそらく彼らの狙いはオリジナルの2つの手法じゃろう。かつてこのエレボスの地に存在した炎と大地の名、炎と大地、ディベールの空、クロスベルの幻に対して帝国では2つの手法が、待ってください、エマたち魔女が炎の手法を授かった人々の末裔だというなら、なるほど、黒の攻防、姿勢も同じわけですか。大地の手法を授かるし者たちの末裔、まさに私たちとは対となる存在ですね。うん、リベールのアウスレーゼ王家やクロスベルのクロイスケと同じじゃな。ちなみに女神の手法には見届けのために聖獣が使わされたという共通点もある。リベールでは古竜、クロスベルでは神狼、帝国でも二中の聖獣がいたのじゃ。1000年前の大崩壊の後、2つの手法とともに消えてしまったが、まさに核心部分か。2つの手法、それを受け継ぐ人々、そして二中の聖獣、司法と聖獣は消え、人間たちはそれぞれ名前を変えた。一体1200年前のエレボニアで何があったのだ。ならば語るとしよう。1200年前の神話にして真実を。ここからは私たちにとっても若干憶測混じりの話となります。そのつもりで聞いてください。いよいよ確信に触れていく。二つの手法があった。高き力を秘めし炎の手法アークルージュ、強き力を秘めし大地の手法ロストゼウム、共に巨大な守護神の形をとり、人の子に奇跡と恩恵をもたらした。数百年の間エレボニアの地においてそれぞれ繁栄を謳歌していたが、ある時期から授かった人間同士が相争うようになってしまったのじゃ。二つの司法は人の望みを聞き届けて、ついに直接ぶつかり合うこととなった。もたらされたのは大災厄。大地が震え、天が引き裂かれるほどの天変地異だったそうじゃ。人間たちが後悔してももはや止まらず、千日に及ぶ戦いは地上を暗黒の焦土と化し、最後に司法同士の争いは終焉を迎えた。ただし相打ちという形で、力尽きた司法の抜け殻はそれぞれ遠くへ飛ばされ、暗黒の大地にようやく静寂と光が戻ったのじゃ。じゃが話はそれで終わりではなかった。二つの司法の力が最後の激突で融合、全く新たな存在がこの世に生まれてしまったのです。それこそが大いなる一と呼ばれる鋼、炎と大地が錬成されることで誕生してしまった超越的な存在でした。すぐに暴走はしなかったものの、内部で無限の自己総国を永劫に繰り返す究極にして不安定な力の源、生き延びた人々は悟ったそうです。これは人の手に負えるものではないと。それぞれの聖獣の力も借り、炎と大地の眷属たちは協力して
大いなる一を封じることにした。しかし試みはことごとく失敗し、最後に試されたのはある方法じゃった。上位次元において大いなる一としての本質を保ったまま、現実世界では複数の個として存在する。そんな仕組みで最悪を御そうとしたのじゃ。結論から言うと、試みは成功し、大地の眷属が7つの器を用意し、炎の眷属が力を分割して宿すことで彼らは作り出されました。すなわち7体の騎士人形デウス・エクセリオンを。なんという想像を絶する話ね。私も断片的には聞かされていましたが、よもやそこまでのことが1200年前に起きていたと。神話やおとぎ話なんかじゃないんですよね。少なくともそれに類する出来事があったのは確かめたいですね。それでその後どうなったんですか？どうしてバリマーリア他の騎士が戦うことに？ここまではあくまで伝承として残った部分じゃ。そして炎の眷属は魔女と、大地の眷属は知性と名前を変えた。不安定な究極の力を7つに分割し管理することを決めた両者は協力して大崩壊後の復興を見守った。ちなみに両派の大部分の者たちは眷属としての役目を捨ててな、互いに融合し周辺民も受け入れ、エレボニアの基礎が作られていった。帝国に七王教会が布教されたのもこの頃からになりますね。そして300年が過ぎ、ヘイムダルの地でアルノール家の祖先がささやかな都を築いた頃、突如として帝都に暗黒竜の災厄が発生したのです。900年前の帝都ヘイムダル、当時わずか5万人の小都市でしたが、文明復興の重要な拠点の一つでした。七王教会の聖堂も築かれ、さらなる発展を遂げようとしたその時、突如として暗黒竜が出現することで帝都は瘴気に包まれ、首都と化しました。時の皇帝アストリウスは民を率いて南に落ち延び、セントアークの地に仮の都を築くことになります。その災厄による混乱の中、脱出を助けるため魔女と知性たちは互いに深刻な痛手を受けた。魔女は先代の王さが命を落とし、知性はこの時聖獣を失ったのじゃ。こうして両者の交流は完全に断たれ、最後に接触があったのは100年後、赤の鬼神を起動したヘクトル帝が暗黒竜を倒して帝都を取り戻した時じゃった。促したのは知性の長で、導いたのは新たな魔女の長、すなわちわらわであった。しかし暗黒竜の瘴気で皇帝は命を落とし、赤は呪われた鬼神となり、世継ぎの王子の立ち会いのもと、最後にわらわと知性の多さによって王城地下に封印されることになった。しかしそれが最後じゃった。いかなる理由か、知性たちは我らに決別を宣言して完全に姿を消してしまう。それから800年か、帝国で戦が起きるたびに鬼神は姿を現し、超越的な力を振るっては姿を消していった。知性たちの関与は間違いなかったが、我らに阻止する術はなく、
起動者を正しく導くという対処に徹するしかなかった。それが極まったのは250年前の獅子戦役じゃ。義弟オルトロスが蘇らせた赤にルキウス王子の傭兵が起動した紫、そしてドライケルス王子の灰、聖女リアンヌが隠し持っていた銀、4体の鬼神が出現した大戦だったのじゃ。そうつながるのか。突っ込みたいところだらけですが、そもそもの前提として、やっぱりエマのおばあちゃん、出戦役の時にもいたんだ。良き魔女、おとぎ話でもたびたび見かけますが。うん。王女の導き手として、ドライケルス陣営に同行しておった。ちなみにその頃のわらわは、相当ナイスバデーじゃったからな。後世の絵画の名での描写が偽りだったということではないぞ。先ほど言ったように、魔女の長は普通の人間ではありません。とある理由で不死の存在になって、一族を見守り続けているのよね。うん。と言ってもわらわという存在が生まれたのは800年前のこと。先代が消滅したとじゃったから、それ以前の記憶は持っておらぬ。知らぬことも当然あるわけじゃ。ですが当然、ご存知なのですね。先ほどおっしゃっていた聖女リアンヌが、銀の騎士の乗り手だったという件。そして結社の鋼の聖女が、真実、彼女本人であるかどうかを。確かに、これでいろいろ確定できそうね。まごうことなき本人じゃ。流浪の王女と開口し、共に魔王に挑み、彼をかばって命を落とした公爵家の娘。それ以前、神童と謳われたリアンヌが、銀を起動するのを導いたのもわらわじゃ。だがリアンヌはその力を大きすぎるものとして、最後まで封印した。そして魔王との戦いで金を解き、致命傷を負い、終戦後に命を落とした。そして、わらわは彼女が半年後に蘇ったのを見届けている。そなたの祖先、鉄器隊のアルゼード副長と共にな。なるほど、それで。蘇ったというのはおばあちゃんがやったの？そうそう、それが知りたいと思ったんですよ。命を落とした時、リアンヌの遺体は腐敗の気配がない奇妙な状態にあった。故にわらわが里へ遺体を持ち帰り、その半年後に目を覚ましたのじゃ。おそらく不死者となったのじゃろう。原因は皆目見当もつかなかったが、リアンヌは己の状況を悟った後、愛する男ドライケルスに伝えることなく帝国を離れて流浪の旅に出た。逃げ出たる副長に領地のレグラムを任せたな。たまに帰ってきた時に会っていたが、その絆も20年前から途切れておる。彼女が蛇の名手とやらと開口し、己の主として認めてからはな。教えていただき感謝します。どうやら見過ごせぬ不幸もあるようだが、ああ、この数ヶ月で俺たちが見てきた信じられない光景、やっぱり団長やクローも聖女と同じように、先ほど言ったように理由については皆目見当もつかぬ。鍵となる鬼神かもしれぬが、青の起動者はともかく、両兵の長は生前そうだったわけでもあるまい。そして、ドライケルスの起動者だったが、主子とはならず、天寿を全うしておる。そういえば、別にリーン教官だって不老不死じゃないですよね。ええ。卒業してから背も伸びてみたいだし。ああ、妙な力は持っているが、きっちり年は取っているな。何か理由でもあるのか。真実を知る者がいるとすれば、二人しかおらぬじゃろう。現宰相、ギリアス・オズボーン。そして知性の長、黒のアルベリヒ以外はな。